爽やかな風がピッチを通り抜けていきます。フットボールファンの皆さん、お待たせしました。こんにちは、ジョン・カビラです。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りいたします。中西さん、よろしくお願いします。どうもこんにちは、よろしくお願いします。インターナショナルリーグ第5節をお送りいたします。これが本日の対戦カードです。さあ、前半戦が始まります。スローインです。ああ、できた。オフサイドを取りに行った。スペースを使う。シュート。ゴール。見たか、ゴール。ただいまのシーン、もう一度振り返ってみましょう。蹴り込んだ。彼は本当。必要なスポットライトから逃れようとするかのごとく、華麗なドリブルを披露しています。ドリブル。オフサイドはない。プレーを切ります。前半30分過ぎました。シュート。これはゴールキック。これは決めて欲しかった。ヘッドでパスを送る。これはちょっと危険なプレーでした。おっと、ファールを取られました。このフリーキックはどうご覧になりますか？狙ってくるかもしれませんね。直接だ。やったー。ゴール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 。同点に追いつかれてしまった。さあ、もう一度見てみましょう。思い切り曲げてきた。この人は左足に絶対の自信がありますからね。これはちょっと危険なプレーでした。コーナーです。さあ、チャンス到来。ジャンプ。ここで前半終了。
前半戦が終わったところで途中経過をお伝えします。得点は1対1。さあ中西さん、ここまでの試合どうご覧になっていますか？そうですね、もっと早い展開の攻撃を意識してほしいですね。はい、どうもありがとうございました。それではこの後も試合をお楽しみください。さあ後半戦キックオフです。後ろに戻します。クロス、さあここからどう攻める。ゴール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 。再び引き離します。さあもう一度見てみましょう。圧倒的な、前が空いた、交代する選手がピッチサイドで準備運動を始めました。後半25分経過、味方を探してますよ。フォローが遅いですね。キラーパスになるのか。さあここからどう攻める。ヘッドでつなぐ、ダイレクトで返す、シュート、キャッチされた。ホイッスルが鳴りました。試合終了です。粘り勝ちです。さて中西さん、試合を振り返っていかがでしたか？はい、非常に見応えのある試合でした。なるほど、どうもありがとうございます。そろそろお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。それではフットボールファナティックの皆さん、ごきげんよう。